the ice, representing Russia, Oksana Kazakova and Artur Dmitriev. 12番、Oksana Kazakova, Artur Dmitriev 組、ロシア。コンビを組んで3年目、アルベールビルゴールドメダリストドミトリエフがリードします。ロシア、カザコーワ、ドミトリエフ、2人のあのスピン楽しみです。ソロジャンプはトーループ3回転成功。スプリットのダブルツイスト、余裕十分でした。柔らかさを強調します。独特のスパイラルステップです。徐々に近づいていきますが、高い技術を見せました。寸分の狂いなし。流れるメロディー、2001年宇宙の旅。喜びます2人。ロシア、カザコーワ、ドミトリエフは場内スタンディングオベーションという雰囲気になりました。体の柔らかさを強調します。最後のミシクテノクスピンに持っていきますが、最初のこれはソロジャンプですね。高さがある分だけ早めにドミトリエフが氷を蹴って飛び立ちます。そして降りるときにはタイミングがピタリ。最後のこれがペアスピン。女性が足を上げて、最後はこの後ですね、私どもは大丈夫かなと思ってしまいますが、得点が出ます。5.8 が3人、高い得点が出てきました。さあ、プレゼンテーションはどうでしょう。
7人のジャッジがこの時点で1位をつけまして、この時点でトップに立ちました。カザコーはドミトリオフトップ、ボーツェル・シュトイヤー、メノー3度と続いています。エルソーワペアは第4位です。スケーターズ4、プリーズスタートウォーム。